ニキ、何悩んでるの？もしかして財布を落としちゃったのかも。落としてないよ。わかったもん。中身すっからかんだから悩んでたもん。そうなんだよ。このところ仕事してないからって、なんで俺の財布の中身の話になるんだよ。ほんならなんでや。さっきからなんや、暗いでボン。うん。マルベイニのことなんだけどさ、シンの言ったことが本当なら、あの人はブレイドだけじゃなく、もしかしたら人間も、うん、世界も憎んでいるんじゃないかってさ。なんでさ。古王国イーラはいずれアルスとなるブレイドと共存していた。それを滅ぼすってことはアルスを滅ぼすってことだろ。ここ何百年かアルスの数が減っていることはマルベーニだって知っているはずなのに。アルスがいなくなったらトラたちも死んじゃうもん。法王朝が牽制を振るうのに邪魔だったとも考えられるが、ブレイドがアルスとなり大地となるならば、それはブレイド信仰につながる。新たな宗派ができれば法王朝の脅威ともなりうる。それだけならわかるんだ。国と国の争いってやつだからね。だけどレックス、人を憎んで自分を憎んで、やがては世界を憎む。世界を憎んだ後はどうする？それはそんな世界なくなってしまえばいい。そうならないかな。論理の飛躍と言いたいけど、事実そういう人間は多いわね。前に言ったろ、マルベイニと話しているとき、なんだかメズと話しているみたいだったって。そういや、そんなこと言ってたね。気になるんだ、マルベイニの目的がもしメズと同じだったら。残すなんて悪い母さんだね。え？でもやめて、来ないで。こちら、こっちに逃げたぞ。母さん、母さん。
マルベーニ聖火、これより雲海を抜けます。何？下からだ。雲海内に巨大な影、ケディア、まさか。出せるのか？いつでも。船は予定通り境界層まで上昇。そこであんたと滅を下ろす。境界層より上はアルストの飛行機械じゃ登れないからな。ああ、それでいい。シン、これでいいんだ。サタヒコ、ラウラを頼む。シン、義経、ブレイドボッツに火を入れろ。反撃だ。シン、メッツ。アーケディア、想定していたより早かったな。早々に小僧に見切りをつけたんだろう。やつらしいぜ。ハッチ解放、いつでも出せるよ。よし、出せ。しかし、どないなっとんのや。世界中の中がこんなんやて。自然の木ではなく人工の塔、モルスの地と同じ文明のもののようですね。神の生まれた世界、シンはそう呼んでいた。神さんの作った塔か。ほんまに塔のてっぺんに神さんがおるんか、楽園があるんか。モルスの地を見てわかったんやけど、あら、千年や二千年の昔やないで。万どころかもっと前のもんやわ。そんなもんアルスでもよう生きられへん。ホムラやヒカリも会ったことはないって。でもこの塔は実際に存在してる。それなら百聞は一見にしかずか。確かにここであれこれ想像していてもラチが開かないな。ニア、どうしたの？お腹グーグーなのかも。あんたは人の顔見れば財布を落としたかとか腹が減ったかとか他に聞くことないの？もう、ニアがご飯以外のことで真剣になるってのはちょっと考えられない。もうぶっ飛ばすよ。じゃあ何ですもん？じゃあってのが引っかかるけど、まあいいか。ブレイドのみんなに聞きたい。正直に言って、もっと行きたいって思ったことある？
コアに戻らずにってこと？うん。難しい質問ね。昔の自分を知りたいとは思うけど、今の自分はメレフ様が亡くなった後。失礼。いや、構わん。亡くなった後まで存在したいとは思わないし。うちもやな。王子との思い出は王子とだけ持っときたい。早は嬉しいこと言うてくれるやんけ。白子は？私は最後までお嬢様のそばにいられればそれで満足です。花は本物じゃないから先のことを考えると悲しいですもん。ご主人が死んだら未亡人になってしまいますもん。ちょっと違うとは思うけど、まあ分からなくはないね。ホムラは？私は。ホムラは他と違うだろ。ずっと何百年も生きてきてるんだ。あんたには聞いてない。ホムラ、正直に言ってどう思ってる？なんだよ。なぜ永久に存在し続けるんだろうって思ってました。し続けなければいけないんだろうって。でも今は違います。存在し続けてよかったって。別れは悲しいけれど、それも私の一部なんだって。でもいつか大切な人と眠りにつけたなら、それは幸せなんだろうなって思います。ホムラ、あんたらしいね。ありがとう。みんなの考えよくわかったよ。ねえ、一体なんでそんなこと？私はマンイーターだ。正直いつまで生きられるのかわからない。ひょっとしたら明日ぽっくり行っちまうかもしれない。お嬢様。でもこれだけは言える。私の生き死ににドライバーは関係ない。それが？シンだよ。ずっと疑問だったんだ。シンはコアクリスタルを集めていた。ならなんでそれを使わない？人間が嫌いなんだろ。ブレイドを誕生させたらマンイーター化してしまえばいい。人間なしでいくらでも勢力を拡大できる。確かに。彼らはあれで全部？ああ、今じゃ5人だけの小さな組織さ。以前滅の提案でカムイたちを同調させた時、シンはずっと反対してたんだ。もしかしたらその思いは私たちと同じ。私たちと同じ。だからシンは誰とも同調しないんじゃないかな。爆発音。何者かが戦っている。これが世界中の本当の姿。あれ、葉っぱじゃないよ。なんかの文字。あそこだもん。イーラの重戦闘艦か。あんなものがまだ残っていたとはの。それよりなんだよあれ。アーケディアがこんな高くまで飛行できるなんて初耳だよ。雲海がずーっと下だもん。テンペランティアの時と同様、何らかの方法でアルスを制御しているんじゃろ。しかしあれだけの兵器、よもやアーケディアが用していたとは。何のためにとか愚問ですね。予測していたのさ。深夜滅たちが世界中を登るであろうこと。じゃあ、あの巨大船の中に深が。ああ、間違いない。急ごう。あいつらに楽園に行かれたらアルスとは。
お前さんには漁せんぜ。除細数奇鏡を命ぜられたそうだな。何よりだ。何の用だ。お別れを言いに来てやったぜ。急にいなくなったらお前も困るだろう。別れ？私から離れてどうするというのだ。お前は私の。俺は一人でも全ての力が使える。お前が死んでも俺は存在し続けられるからな。どうするというのだ。アーケディアも信者も誰もが抱きすべき愚民。人間はこの世界の無駄そのものだ。そのお前の願望を叶えてやろうと思ってな。私はそのようなことは。無駄なものは消えてしまえばいい。だからこそお前は至高の存在。神を求め世界中を登った。それなのに。このコアを使える者がどこかにいるはずだ。その者に滅を。アーケディアの総兵。天の聖杯とそのドライバーだな。マルベーニ聖火より加盟を伝える。今すぐあの船を焼き落とせ。天の聖杯の力で。どうした。それがお前の役目であったはず。俺の役目は世界中への道を開くことだ。できぬというのか。ならばその者の身柄引き渡してもらおう。なるほど。光の力で手っ取り早く焼き払おうという魂胆か。変わっとらんの。できないなんて言ってない。マルベーニンに伝えろ。シンは俺たちが止めてみせる。だから押し問答をしている暇はない。従えぬというのならば力ずくで連行するまで。まとめて相手したんで気を抜かずに行くよ。アンカーショット。すぐに決めましょう。ノアッ。なりきったわ。受けてみよう。アンカーショット。受けてみよう。受けてみよう。受けてみよう。なりきった。ガッタンピーター。ダブルスピーター。受けてみよう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 。行くぞ。終わりにしましょう。アメイジング。いや頼む。ミア様の出番だよ。大自然の
部下に力を貸して。ドラ、アナ、続けてよろしく。これが花の力ですもん。マグヌフェルテ、まだまだ。マグヌフェルテ、決めてくれ。もらったか。マグヌフェルテ、ニア、頼む。ニア様の出番だよ。はぁ、そりゃあ。デストロイ、それそれそれ。ドラ、花の家、続けてよろしく。帰って伝えるんだな。シンは俺たちが。カグツシ。ミキカリ。ヤコ。な、何が、何者かが私の体を。この力、まさか。悪く思わないでくれ。時間がないのでね。マルベーニ。あれは霞のコアクリスタル、ファンデンノルンの。そうか、それで半分に。どういうことだニア。マルベーニはファンのコアクリスタルを奪ったんだ。これはファンの力か。それだけではない。これは私本来の力でもある。光で、デバイスがダメ。やめて。違うな。じゃあ誰が。マルベーニ。マルベーニ。奴はこの俺の天の聖杯のドライバー。その力を増幅すればブレイドだけじゃねえ、あいつだって支配下に置ける。面白えじゃねえか、マルベーニ。マスターブレイドになる天の聖杯、そのドライバーはそのうちマスタードライバー。すべてのブレイドを刺激する力を持つ全世界のブレイド。いいな、アルスすらも私の支配下にある。それでさっきの攻撃を。だったらいずれ私たちも。心配するな、お前たち混じりもんはそこまで支配は受けねえ。せいぜい力をそがれる程度だ。だからあれを作ったんじゃねえか。サタが作ったあれは奴の支配を受けねえ。それにこの船もね。まもなく境界層だ。シン、メツ、準備を。わかった。行くぞ、メツ。おう、サタ、義経、弁慶。あと頼んだぜ。ええ。わかってるよ。神様に会ったなら伝えてくれ。産んでくれてありがとうってな。の船が止まったもん。奴ら、あそこから中へ入るつもりや。
マルベイニー、俺たちがシンを止める。だからこんなことはやめてくれ。言っていることが支離滅裂だ。今ならば奴らを消し去ることができる。私はお前のすべきことをしている。俺のすべきことはシンたちを消し去ることじゃない、止めることだ。話し合いに応じるとでも思っているのか。ああ思ってるさ。シンから聞いたよ、500年前に何があったのか。シンをああさせたのはあんたじゃないのか。私は神の言葉を代弁したんだ。ならその神にも会って聞いてきてやる。俺たちのことを、炎と光のことを。それは私の役目だ、お前ではない。あなたなんかの思い通りにはならない。私はレックスのブレイド。そうじゃ、レックス、お前も天の聖杯のドライバー。あやつにできてお前にできぬ道理はない。俺にもできる。そうさレックス、力はそれを扱う者の心次第だろ。大丈夫、もう思い通りにはさせない。人をブレイドを好き勝手に操って何が神の言葉を代弁するだ。そこで待ってろ、シンは俺たちが止めてみせる。シンたちは世界樹に入った。あとはメツがアイオーンを起動させる。それまでの間、奴らを上に行かせないようここを守り通せば僕らの勝ちだ。そうか、なら気張るかね。光の渦が。セイカ、増幅灯の一本が。慌てるな、影響範囲がわずかに狭まっただけだ。もう近くまで来ている。総兵隊を前方に集中、ハムシどもを叩き落とせ。行かせぬ。神のもとへ何人たりとも。